から虫嫌い女くさい、はい、ちぼです。暗黒のスナイパーユダイクスミヤマクワガタということで、この動画では折り紙のユダイクスミヤマの折り方がわかります。前回テントウムシ可愛く折れた大でしょうか、まだの方はこの動画の後ぜひぜひ折ってみてください。ちゅぼのカブクワではカブトムシクワガタの折り紙をちゅぼのオリジナルでたくさん折ってますので、チャンネル登録ぜひお願いします。てなわけで今回はミヤマ界の貴公子ユダイクスミヤマ、ちゅぼと一緒に作ってみようぜ。はい、用意するものですが、折り紙2枚用意してください。赤系がかっこいいかなと思います。で、今回はなんとちょっと進化しまして、厨房もハサミだけでも一応くっつくようになってます。これテープ使ってないです。かなりグラグラするので、テープがあった方が安心ちゃ安心です。ある人は用意してください。はい、じゃあ頭から折っていきたいと思います。白上にして色付きの流し角から折っていきます。国産ミヤマとして動画としてはね1本出しているので、一応第2弾って感じにはなるんですけども、前回とは折り方かなり変わっていて断然難しいです。開いて流し角折っていきます。難しい分ね、顎穴やかなり長く立体的でかっこよく進化してますんで、頑張ってね折りましょう。はい、開いて白三角折っていきます。やっぱりかっこよくてね、難しいやつみんな作りたいと思うんですよ。頑張って今回ね作ってみました。一緒にね難しいの挑戦しましょう。はい、開いて白、開いて白、そして真ん中を押して四角に閉じます。真ん中線に向かってね、この方向で三角形を折っていきましょう。よいしょ。顎ね、かっこいいの作りたいですよね。厨房も進化してね、なんだマンディか、マンディでちょっと進化して、プラス今回ミヤマ作るっていうので、体の折り方もかなり変わっていって、テープがねなくてもつけるように、はい、全部やったらこの上の三角形も折ってきます。両側に折ります。ちょっとねまた進化しましたね。体の折り方もね変わってます。今までとのとは一味違います。開いて、ここも開いて四角に戻します。はい、ではここの折り線を目印に、まずは開いて前に倒して折り線通り折っていきましょう。はい、裏もやっていきます。ユダイクスミヤマとはいえね、平たく言うとまあヨーロッパミヤマ、ユーロミヤマってことですね。ケルブスっていう種類の中にケルブスユダイクス、ケルブスアクベシアヌスっていう亜種が有名ないますね。はい、ここまで来ましたら、この中の三角形を下にします。今回はでマンディと割と似てると思います。まずここの線、横線に合わせて斜めに折っていきます。折り線つけます。はい、ついたら1回戻します。はい、横開けます。横開けて横線でまず折ります。その後ここで折ります。さっきつけた折り線で折って、閉じると真横ぐらいになると思います。反対もやっちゃいます。開いて真横で下ろして、斜めの折り線で横に折ると。はい、まあ大体こんな感じで折っていきましょう。そしたらどっちでもいいんですけど、一度こうサイドチェンジ、面変えて開いていきます。はい、折りやすく面を変えます。そしたらここの線に合わせて斜めに折っていきましょう。反対も折ります。折り線つけていきましょう。こうやって両側から折り線使ってつまんで、ここは逆折りをしてつまんでいきます。折れたら倒します。はい、そしたら反対もやっちゃいましょう。アメリカにもね、あのエラフスミヤマっていうのがいて、全部ね日本のよりも大きいんですよね。顎がねえらいかっこいいですよね。頭でかいっすね、とにかく。はい、寝かせましたら一回ね折り線で立てようかなと思います。一旦また面を変えます。サイドチェーン、はい、変えましたら、そしたらちょっと開いて、ここに斜めに折り線あると思うんで、これを使って閉じていきます。こんな感じです。前に向くようにします。ちょっと開いて、ここに折り線があると思うんで、そこで折っていきます。谷折りです。そうするとちょうどこんな風に立っていくと、本も全くマンディと一緒ですね。はい、じゃあまた開きます。もうちょっと折り線つけていきますよ。一回、はい、そしたらですね、今ある折り線をさらに折り返していきます。ここの線に合わせて折り返していきましょう。あと全体的にあの日本のと比べると反対も折っていきます。割とは体とか顎とか赤いですよね。ケルブスは顎がすごい赤かったかな。エラフスはもう全身真っ赤っすね、まあ、調べてみてほしいですね。
ちょっとね飼育してないんで、で今折った折り線でこう両側から折ってって立てていきます。こんな感じです。はい、で寄せてって、さらにさっきの折り線で折りますと、こんな形になりますと。また一段こんな感じですね。反対側もやっていきます。じゃあ一旦開いて、こんな感じで、この状態だと折りやすいです。この線に合わせて折っていきます。なかなかね飼育できる種類ではないですからね。ミヤマ系ってちょっとね普通のエアコンでも管理しづらいところが、人間が寒いですよね、ミヤマに合わせると。で伸ばして両側から寄せて、こっちも折っちゃうと。で面を一旦変えて、さっきのとこで折っていくという感じですね。まあ上に前に立てていきます。はい、ここまで来たらこれで第一段階完了ですね。顎の内歯を作っていきたいと思います。まずここ開いて、ここ戻します。折り線つけたけど戻す、まあ、こっちも戻しておきましょうか。一旦開いて、ここの折り線は戻します。やりやすい方からやっちゃっていいんですけど、まあ、両サイドとねそのバランスを見ながらやりたいなっていうのが、まあ、心中ですね。開いて、今折り線はここにあるんです。斜めに入ってると思うんですけど、この折り線を変えていきます。そうすると内歯が出てくるっていうわけですね。こんな風に指をこっちから入れてって、折り線を変えていきます。基準としてはこことここの間ぐらいにこの折り線を移動させるイメージです。マンディが余裕だった人は結構簡単かなと思いますけど、はい、そしたらこっち側はこう閉じていくという感じですかね。で反対側もねバランス見たいのでやっちゃいます。まずここ開いて、ここにある折り線、斜めの線を変えていきます。違うところに折り線をつけるというイメージで、伝わりますでしょうか。こんなもんかな、あ同じぐらいかな。ここら辺のこう折り線つけて、ぐっとこう折り返す感じにして、ここの斜めの線も変えつつ、この幅に収まるようになっていれば大丈夫だと思います。だいたい今はこんな感じで、斜めに。そしたら先っちょの方を持って、はい、ここの線合わせて折っていきます。角になるように、プラスここですね、収まりがいいように折っていきます。反対もやっちゃいましょう。まずは角が綺麗にピンってなるように折っていきます。こう折ったらこうですね、こう三角山になるように、小さいお山になるようにやっていきます。はい、そしたらこの角と角でだいたい折るという感じですね。で前に伸ばしていきましょう。できるだけ長くするイメージで、はい、反対もやりました。こんな感じでウサギさんをね作っていくやつですね。で先っちょを二股があるので折っときます。ちっちゃくした方が顎は長くなります。ただ先っちょの二股は小さくなります。先っちょ開いて収めていきましょう。折り線で折って斜めで閉じる。できるだけ白いところが見えないように閉じていきます。よいしょ、まあこんなもんかな。はい、反対も閉じます。開いて開いて折り線で閉じていきます。はい、白いところが見えない方がやっぱ優秀ですね。はい、こんな感じです。こっちが背中側になるので一旦折ります。こっち側を押さえて折ります。まあここ隙間ないぐらいでも全然大丈夫だと思います。そしたらですね、一旦裏に行きます。裏に行って足を作っちゃいましょう。足を先作っちゃうとちょっと楽ですかね、やっぱり順番的には。どんな順番でもね全然いいんですけど、だから細く真ん中に向かって折っていきましょう。折り線つけたら折りやすいところまで上に上げる。この辺で折ってハサミを用意して切っていきます。で開いてあげると余計な紙を切らなくていいかな。この状態で真ん中切っていきます。はい、この印の線ぐらいまで切りました。はい、こんなイメージです。ここ邪魔なので、上から見た時に出ないぐらいで折ります。
この辺は閉じといてください、うまいこと。こっちの場合だったらこんな感じとか、この幅に収まっていれば大丈夫です。はい、そしたら顎半分に折っていきましょう。先っちょの方から折る感じでございます。なんとなく折ったら内歯を作っていきましょう。ここを真ん中に合わせる感じで折ります。こっちは この辺折りやすいところで折っていきます。で立てるとこんな感じになります。はい、折り線だけとりあえずね、内歯の折り線をつけちゃいます。三角折って反対にも三角折り線だけつけといて、まあ立てるのは後でもいいと思います。こんな感じです。はい、じゃあ上向けとけばいいと思います。はい、ここで折ったらこの辺の折りやすいところで折り返していく。ここは半分ぐらいに真ん中で折ってあげるといいと思います。あんまりここしっかりつけない方が後でね、二股作るときに楽かもしんない。折った絵、なんとなく三角形みたいなのが見えてきたら、で折り線つけときましょう。反対にも軽く折り線つけてあげて、まあ、これでいつでも内歯作れるようにして立てときましょう。ほい、ちょっと見えてきましたね。そしたらこっから頭もちょっといじっていきます。まずはこっち方向、上方向ですかね、背中側に向かってこう谷折りしていく感じにします。なんとなく折り線つけておきます。はい、そしたら今度は同じぐらいの幅で山折りしていきます。こっちのね、頭のあたりを。で折り線なんとなくこういう風につけといてください。だいたいここら辺が頭のラインになるのかな。はい、なんとなく折り線つけといて、じゃあ顎に入っていきましょう。顎はそんなめっちゃむずいとかじゃなくて、横っちょこの辺もしっかり折りながら、はみ出てるところがねありますので、ここを折り返しちゃいます。ちょっと折り返しておきます。で開いてこんな風に開きます。でこの突起を作るところの、あ、横ぐらい行っちゃってもいいんですけど、結構な斜めで折り線つけます。これぐらいかな。できるだけ長い折り線をつけた方がいいです。顎が長くなってかっこいいと思います。で逆側にもなんとなくこう折り線つけて、真ん中を谷にして閉じていきます。もうちょっとかな。こんな感じで顎の先っちょを下に下げます。で顎の先っちょを二股にしたいので、まずは三角形ですね、こんな感じですかね。はい、三角形に先を斜めにちょんちょんとやって、三角形にこんな風に閉じていきます。でこれで二股を作っていって、可能であればもう一回ぐらい折り返しておくといいかなと思います。下げる、二股にする、これで顎先を作って、内歯もね作っちゃいましょう。まず先っちょの方の折り線で折ります。その後根元の方も折って、こんな感じでちょっと大きめかなぐらいで内歯作ってあげてください。これがね顎の先っちょの方になります。反対側いきます。まずは横っちょもしっかり折ってあげて、でちょっとはみ出てるところは若干折り返してあげます。で下の方、ここで開いてあげます。そうですね、内歯に並ぶぐらいかな。この辺で斜めに折ります。でこっちでも斜めに折ります。中割れができるように折ってあげます。で中を谷にして中割れにしていきます。で顎の先っちょの方が下に下がれば、下がったら前の方をこういう風にちょっと斜め折りしてあげて、
で先っちょをパターンで二股にしてあげて、余ってる分は折り返すという感じを折り返してあげて、内側に入るような感じだとかっこいいかな。で内周をこっち先折って、先の方を折って元の方をちょっとくっとやると内周っぽくなるかな。こんな感じになってます。大体同じ位置ぐらいにはできたかな。はい、そしたらこの辺の折り線はまあ生かしつつ、今回多分顎よりもここの胸がちょっと難しいかなと思います。ここ開いていきます。今ある折り線で折ります。こんな感じかな。こっちも折り線折っていきます。はい、じゃあ一旦開いて片方ずつやっていきます。ここ開いていただいて、このギリのラインで折って、次の折り線で折り返します。で重ねます。こんな感じになってます。さっきつけた折り線で重ねる感じです。こっち最初まずギリギリ、この角のラインでこう谷折って重ねます。でここが余ってきますと。で立てていただいて、一旦両側に折ります。折り線つけて、できた折り線で合わせて細く三角に折ります。まあ一方向で大丈夫かな。そしたら開いて、今つけた折り線で両側山折りをして閉じます。はい、イカみたいな感じです。こんな風になってます。これで結構バランスが崩れやすい。はい、できましたら、これを一回開いて内側にこれを作ります。一回開いて、まず真ん中で折っちゃうといいかな。で全部今真ん中で作った線を逆折りします。山を谷にして、谷を山にしましょう。で真ん中で折る、ほんと逆を行く感じですね。そのための折り線つけました。はい、まあ大体こんな感じですね。でここに分かれ目ができてれば OK です。そしたらこれぐらいかな。これがね、耳っぽいところになるんですよね。これぐらい折ります。折ったら一回開いて、ここで折ります。へこませる感じですかね。ここで開いてへこませます。多分もうここまで折っても分かると思うんですけど、過去最高難易度じゃないかな。もちろんこれからもね、更新はしていくと思うんですけど、かなり凝ってますよね。はい、できましたでしょうか。そしたらここの紙を前の方に持ってっておりますと、はい、できたらここの線に合わせて折り返します。はい、こんな風に折ると地上とエラみたいなのができてきますと。ここに関してはそうだな、ちょっとというだけ折るか。この幅をあんまり変えないぐらいなんで、この辺かな。ある程度ちょっと一旦折っときましょう。これぐらいかな。で足を戻して根元を折っていってください。折りましたら、まず先っちょの方は谷折りちょっとします。谷折りをしてこの辺で山折りしていきます。結構限界を超えているかなと思います。折り紙の無理をさせてますね。こんな風にできるだけまあへこませてもらって、この頭のところも一緒に折っていきます。で横っちょはこのラインはキープ、裏紙とこんな感じです。でギュッとやっ
て、まあ、顎のあたりだいぶ狭くなってきたら倒していきます。顎をちょっと広げます。一旦広げてからこの辺かな。でちょっと斜め前に持っていきます。同じバカでかい顎ができますよという感じですね。これでだいたい顎 OK です。でまあ味付け程度にここ縁を少し折ってます。でここはまあ半分にしちゃうぐらいでもいいかな。お好みでどうぞ。迫力がちょっと増す気がしますね。まず上側はこんな風に縁を少し折ってから、まあ、半分に折るような感じで少しこう潰しちゃってます。かなり迫力は出たかな。まあだいたいこんな感じですかね。はい、造形としてはかなりギリギリのラインに来てる気が。これを綺麗に折るのはさぞ難しいだろうな。一応要素は全て詰め込んで折れたかなと思います。はい、できましたらこの縁もちょっと斜めぐらいですかね、気持ちぐらいで折ってきます。こんな感じで三角に折ってきます。はい、そうしたら足折っちゃいましょう。まあ、いろいろなものの邪魔にならないように折りたいのでこんな感じですかね。斜めに折って少しこう離して折って、これぐらいがいいかな。だいたいこんなもんですかね。はい、ちょっと離して斜め前に折って内側に倒して、とこの辺も半分折ってあげて内側に一回折る。こんなもんじゃないでしょうか。で少しねここ上げておいてもらえればいいかな。ここ少し奥まで入るところまで入れてあげます。はい、こんな感じで頭の完成です。はい、それでは体を作っていきましょう。1枚用意していただいて色上のままで結構です。白い長四角から折っていきましょう。開いて向きを変えて白い長四角折っていきます。開いて色三角折っていきます。開いて色三角折っていきます。飼育はちょっと言ったんですけど結構涼しくないとね折れないんですよね。開いて色三角に閉じていきましょう。クワガタの細く折る折り方プラスアルファ折っていきます。だから体もね正直今までで一番難しいと思います。顎もめっちゃ頭もめちゃくちゃ難しかったと思うんですけど、バランスよくつくの本当難しいですね。はい、真ん中に向かってこのように三角に折っていきましょう。でそのままもう一回三角折っていきます。この方向で折っていってください。で折ったやつをどかしてから同じように折っていきます。25度以下とかね20度前後とかないとじゃないと買えないんですよね。涼しいところに住んでるんですよね、他のクワカブと比べるとね。だからねワインセラーっていう、まあ、ワインを入れとくもので買うイメージがありますよね。はい、こんな感じになりましたら上と下の髪をそれぞれ続けて面を変えていただいて一回立てて指に入れてずらす感じで折っていきます。反対も折ります。それぐらいの低い温度で一緒に返そうなのっていうと、一部細赤とかあとネプチューンとかその辺になってきますよね。ミヤマ系はもう全部そこでいいと思うんですけど、はい、折れましたら一応まあ折り線としてつけておきます。このひし形の真ん中ぐらいで折っていきます。で折った線で折り返していきます。で折ったら戻します。はい、反対もやります。はい、折って折り返すと。はい、できましたらじゃあ細く折っていきましょうか。一応まあ基準としてこの角と角のラインで線をちょっと超えたぐらいで先の方をまあ折っといて、これをなんとなく目印にしてこんな風にね細く折ってあげてます。はい、折り線をつけて、まあ、バランスが良ければいいと思います。左右の折ったら反対側にして中足側も収まるように細く折ってあげますと。折ったら一旦ここ開いてここも開いて、この状態で中足から細く折っていきます。
ここ山、外側を山折りしていきましょう。この先っちょも山折り、枠で山折りしてへこませます。中を谷折りにします。閉じるとへこむと思います。国産のミヤマクワガタすら何回もやります。羽化させたことないんですよね。一周させたことないんですよね。比較的あったかい過ごしやすいところにいたってのもあるんでしょうけど、毎年なんかでかいやつ見つけると買っちゃってますけど、うまくいった試しがない。はい、中足できたら後ろ足の方も伸ばして、でこの外側の線で山折りしていきます。外枠で山折りします。先っちょで山折り、外枠で山山山と折ってって、真ん中この辺りで谷折りして、閉じるとへこんでいるという感じですね。はい、反対もやります。もしねこの状態で折りづらかったら、反対にも折っとくとかなりやりやすくなるんじゃないかなと思います。同じぐらいのところで折り線つけます。折り線がずれると逆にやりづらいんですけど、そこはちょっと丁寧めにやっていただいて、見た目がやっぱかっこいいんでね、ミヤマってね、買っちゃうんですけどね。今年もつけたら、出会ったら買っちゃいますね。閉じます。閉じたらそのまま折っていきます。斜めに折って細く折ります。折り返します。で反対側もやっていきましょう。斜めに細く折って、折ったラインに合わせるぐらいで折り返していきます。こんなもんかな。はい、ここまで来ましたら、ここ少し見ていただいて、後ろ足を折ったところのこの辺で、こっちの方向、まあ、山折りかな、この辺で折っていきます。ゆっくりで大丈夫です。そしたらもう一回、今度はだいたい中足の付け根ぐらいの場所で折り返します。これぐらいで、ここを段にしてあげます。こっち見たらわかると思うんですけど、頭しか作ってないんですよね。今回は体で胸も作っていきます。無理やり、でこっちの髪を折っていきます。プラスここですね、足のここが少し開くと思うので、ここ折りながら、硬いところ少しずつで構わないので折っていって、ここの角のところは斜めに折っていきます。はい、反対も折っていきます。起こして足の付け根あたりを開いて、少しずつこういう風にこう折っていきます。ここが胸になる、そんなイメージを抱いてください。で角を少し折る、で倒していきます。はい、折れましたら足を、中足を折っちゃいます。折りやすいところで斜めに折っていただいて、こう2つに半分に折ってもらって、こんな風に、まあ、立ててあげるといいかなと思います。だいたいこんな感じですかね。で後ろ足もちょっとこうどけていただいて、先の方をへこませていきます。まあ、ちょっと縦にやって小さめで今回構わないです。あの三角形折って、でここに四角ができるので、その分ぐらいへこませてあげます。で先っちょの方をつまんであげたら、中でさらに三角形に折りますと。でくるんと向こう側に倒す感じです。テントウムシとかの動画の方がこの辺は分かりやすいですね。こんな感じで体の完成です。
はい、では体もできたので簡単に入っていきたいと思います。イメージこんな感じです。じゃあ一旦折り線はついてると思うので若干こう上げてください。立ち上げる感じで、こちら側もこんな感じで合わせます。できるだけ先っちょは沈み込ませた方がいいです。で重ねたら横を合わせます。一回折ったんですけど、まあ、それは無視しちゃっても全然いいです。合わせたら一緒に折っちゃいます。若干引っ張りながら合わせて折っていきます。そうするともうね固定されるんで、結構ね首グラグラするんで、もし必要だと思う人はセロテープ貼ってください。はい、こんな感じでユダイクスミヤマクワガタの完成です。てなわけで今回ユダイクスミヤマクワガタ作ってみました。かっこよく折れたでしょうか。ケルブス、アクベシアヌス、エラフスと4種作っても面白いかもしれませんね。この動画が良かった人もそうでない人もグッドボタン、チャンネル登録、まだの方もそうじゃない方も登録してくれたら嬉しいです。感想やリクエストコメントにどうぞ。てなわけで最後までご視聴ありがとうございました。次回は虫を作る予定です。その次はリクエスト作品かな。厨房でした。バイバイ。